car. さあ、大道テーマが最強の男の称号を得るため、世界中に生息しているカブトムシが岡島教授指導のもと8匹に選抜。セットが豪華じゃない。まずは日本からカブトムシ、続いてアメリカからグラントシロカブト、インドネシアからはコーカサスオオカブト、タイからはゴホンツノカブト、南米ペルーからこれです、アクティオンゾウカブト、これが一番重い。アフリカカメルーンからケンタウルスオオカブト、髪は丸そうです。ブラジルからヘラクレスオオカブト、そしてコロンビアからネプチューンオオカブト。今夜世界最強のカブトムシの座が決まる。おお、カブト祭り、カブトだ。そのルールは時間制限なし、切り株の上から落ちる、もしくはその背中をひっくり返された方の負け。それ以外は何でもあり。リング中央にはカブトムシが好む餌を用意、互いの闘争本能を煽る。抽選による組み合わせはこちら。まずは1回戦第1試合、日本最強の昆虫カブトムシ、切り株の上で大和魂を見せてみろ。アメリカ産グラントシロカブト、南北戦争の英雄グラント将軍の名前を持つ白色の王者。その体長はほぼ互角、果たして勝利はどちらに。カブトムシコスペンサグラントシロカブト。さあ、トーナメント1回戦第1試合がいよいよ始まります。解説は東京農業大学の岡島さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、世界最強は誰か。普段絶対に出会うことのないカブトムシたちの夢の戦い、その幕が切って落とされました。様子見ですね。まずはお互い膠着状態が、いや、ピクリと国産カブトムシの角が動き始めました。ファーストコンタクト。何を狙っているのか。アメリカのグラントシロカブトに対し何か技を繰り出してくるのか。さあ、腹の中に角を滑り込ませようというカブトムシ、動きが出るか。投げに行くか。いい形じゃないですか。ぐーっとそこから角を滑り込ませていきます。国産カブトムシ、今投げた。鮮やかな投げです。どうですか岡島さん。角を戻り込ませるタイミングが良かったですね。見事勝利、国産カブトムシ。日本のカブトムシが準決勝進出。アジア最大最強コーカサスオオカブト、その気性闘争本能は激しく、3本の鋭い角で睨んだ相手を挟み上げる。3本ある。戦慄の五刀流5本角カブト、5つの角を武器に攻撃を仕掛けるタイの戦士。体長差約5センチ、果たしてどんなバトルになるのか。でかいな。コーカサスオオカブト VS コホンスノーカブト。トーナメント1回戦第2試合、激しい気象のコーカサスに5本角が挑みます。今開始のゴング。おっと、いきなり背を見せてしまったアジア最大のコーカサスオオカブト。しかし気がついて振り払いました。5本角カブトはその5本の角を振りかざすのか。しかし向こう側、大きな大きな3本の角、コーカサスオオカブト、じわりじわりと、さあ膠着状態になってしまったのか。お互いに相手を伺いながら、ここでコーカサスオオカブトが5本角カブトを持ち上げた。一気に叩きつけるのか。5本角カブト怪しい。しかしここでなんとか逃れた、なんとか逃れた5本角カブト。コーカサスオオカブトの攻撃にここはなんとか抜け出しました。おっと、しかし後ろに後ずさっていく。そして転落。いや、岡島さん、ゴホンツノは戦意喪失ですか。圧倒的な力の差におじけづきましたね。暴れん坊コーカサス準決勝進出。コーカサスオオカブトが圧倒的な力を見せつけた。ちょっと戦意喪失だね。南米の中戦車アクティオンゾウカブト、これが一番重い。その体重世界一、その突進力パワーも世界一。その男の姿はまさにカブトムシ界の相撲レスラー、アフリカの格闘王
ケンタウルスオオカブト。スタミナもあるそうです。日本ズムで相手の体をえぐり上げるアフリカの喧嘩泉やいかに。うわすごいもんだ。体長差は5センチ。これが勝負にどう響くのか。ラクティオンゾオカブト VS ケンタウルスオオカブト。トーナメント1回戦第3試合、南米の重戦車アクティオンは世界一のパワーを見せつけるのか。階級の全く違う両者の戦い。世界一重いと言われる画面左のアクティオンゾウカブト、ここはケンタウルスオオカブトを持ち上げようと腹に角を滑り込ましました。アクティオンゾウカブト、さあケンタウルスオオカブトはなんとかしのいで、切り株の端での攻防しのいでいるケンタウルスオオカブト、サイドに回りたい。しかしここで落ちてしまった。何が起きましたか。すごい。アクティオンは中足でうまく振り払いましたね。この後ですね、動いています。アクティオンゾウカブト準決勝進出。残虐なる巨人ヘラクレスオオカブト。残虐なる巨人、世界最長の体を持ち、なおその習性は残虐極まりない。その戦う姿はまさにギリシャの神ヘラクレス。世界最長の角ネプチューンオオカブト、まっすぐ前に伸びたその角は世界一長いリーチ。南アメリカの王者にふさわしい戦士の面構え。世界最長の体を持つカブトと世界最長の角を持つカブトの死闘やいかに。ヘラクレスオオカブト VS ネプチューンオオカブト。これぞカブト祭りという見た目も豪華な顔合わせとなりましたが、おっとゴング前からもう試合が始まってしまいました。ガブリオルネプチューンオオカブト、ヘラクレスオオカブトが受けて立って今リフトアップ。これはヘラクレスの得意技です。さあどうするか。切り株の端に足をかけて投げっぱなしか。いや、こらえた、こらえた、足一本でこらえているヘラクレスオオカブト。そしてぶら下がった形ネプチューンオオカブト。耐えてる耐えてる。さあネプチューンはここから反撃できるんでしょうか。いやしかし角ががっちりとヘラクレスオオカブトフックしている。ネプチューンは苦しくなりました。ズルズルと落ちていく。今落下、ヘラクレスの勝利です。おっとしかしヘラクレスは勝ってもなおも攻撃をやめません。最強最悪と言われる凶暴性、まさに残虐。いかがでしたか。ヘラクレスの気合勝ちですね。日本で立ってます。スーパーヘビー級対決を制したヘラクレス、恐るべし。ヘラクレスオオカブト準決勝進出。セミファイナル、カブトムシン VS コーカスオオカブト。アジア1位が決まるという感じですかね。日本のカブトムシ1回戦ではヤマト魂でグラントシロカブトを秒殺 KO。 コーカサスオオカブト1回戦では5本角カブトに圧倒的なパワーを見せつけた。さあここからはいよいよ準決勝。ヤマト魂国産カブトムシ対アジア最強の暴君コーカサスオオカブト。カブトムシいけ。岡島さん、カブトムシに勝機はありますか。大きさではかなり不利ですね。世界最強でボディサイズも数倍あるコーカサスに我が日本のカブトムシはどう挑んでいくんでしょうか。試合が始まってもお互い様子を伺うように距離を取ります。そしておっとここは互いに背を向けてしまいました。一体どういうことなのか。おっとそして通してしまったコーカサス。予想外のハプニング、規定によりこの試合はノーコンテストになります。おさあ仕切り直し。おっといきなり国産カブト仕掛けていきます。一気に詰める、一気に詰めて押し出した。岡島さんいかがですか。カブトムシは隙をついて一気に押し出しましたね。強豪相手に日本のカブト見事な勝利です。まずはカブトムシが決勝へ名乗りを上げた。セミファイナルアクティオンゾウカブト VS ヘラクレスオオカブト。これはいい試合になるんじゃないですか。1回戦ではケンタウルスオオカブトを相手に全く動じることなく余裕の勝利。世界最強と軽々と場外に振るい落とした。体重量と世界最長のボディと凶暴な性格を併せ持つ凶悪のカブト。1回戦では相手を完膚なきまでに叩きのめした。準決勝第2試合、南米ペルーの重戦車アクティオンゾウカブト対ブラジルの巨人ヘラクレスオオカブトの注目の一戦になりました。どちらが勝つのか全く予想不可能。睨み合っている両者、アクティオンゾウカブトじわりじわりと距離を詰めて角で牽制します。
ピクリと角を動かしたのはアクティオンゾウカブト。これを見てヘラクレスオオカブトが前に出ていく。さあ切り株の端で、うん、これは3本の足でなんとかこらえているのはアクティオンゾウカブト。ヘラクレスオオカブトは一旦下がって距離を取ります。これを見てアクティオンがじわりじわりと切り株の上にまた体を移そうというところですが、ヘラクレスオオカブトの角が襲いかかります。これはすごい攻防になりましたね。すごい迫力ですね。さあがっちりとフックしていくヘラクレスオオカブト。アクティオンゾウカブトはここは苦しい体勢か。あ、しかし角でまずは牽制、一旦振りほどいた。また切り株の上に戻ってこようというのか両者もう一度掴みかかります。ヘラクレスオオカブト、アクティオンゾウカブトは粘っていく。そしてどっち行く、腹の下に角が入っているか。アクティオンゾウカブトはここから投げを打てるか。ヘラクレスオオカブト危うしが、アクティオンゾウカブトがここで投げられるかどうか。しかしヘラクレスオオカブトは今度はサイドに回った。体の重さを利用してさあここからヘラクレスオオカブト、アクティオン投げを打つ、投げを打って逆転勝ち。藤間さんいかがでしたか。ヘラクレスの得意技が出ましたね。まさに歴史に残る名勝負となりました。凄まじいパワーを秘めた角と凶暴な闘争心がついに国産カブトに襲いかかる。果たして日本のカブトムシは奇跡を起こせるのか。これは相当敵がね。カブトムシ対ヘラクレスオオカブト、決勝はこの後すぐ。ファイナルマッチ、カブトムシ VS ヘラクレスオオカブト。ヤマト魂、すごい国産カブトムシ、かなり小さい方ですからね。日本生まれの誇りを胸にここまで勝ち上がってきた。あと一戦もうやるしかない。神風に乗り国産カブト、いざ出陣。残虐なる巨人ヘラクレスオオカブト、その凶暴な性格で幾多の強敵を葬ってきたヘラクレス、腹が減った。今度の俺様の生贄はドイツだ。野生味あふれるなヘラクレスは。国産カブトムシが残虐なる巨人に挑む。倍以上ですよ、半分以下。うわ倍以上。頑張れ。ラウンド1、決勝戦は3本勝負で行い、先に2回勝利した方の勝ちとなります。勝つのは残虐なる大巨人ヘラクレスオオカブトか、それともヤマト魂国産カブトムシか。さあ1本目、国産カブト勝てるはずがないという大方の予想を覆せるか。目の前には大きな角、あっといきなりひっくり返された。岡島さんいかがですか。格の違いですね。これはまずはヘラクレスが圧倒しました。ラウンド2、さあ第2ラウンドです。これで国産カブトムシが負けますとヘラクレスの優勝が決まってしまいます。一日の単位は国産カブトにはなんとかヤマト魂を見せてもらいたい。岡島さん、国産カブト苦しくなりましたがどうですか。タイミングが良ければ勝てなくもないと思います。ほう、少ないチャンスに期待したいところです。さあどうした、カブトムシがサイドサイドに回っていきます。ヘラクレスオオカブトの正面は隙がないと見て、うん、横を取ろうというのかカブトムシ。しかしヘラクレスもまた正面を向こうという、回り込ませないですね。体の動きを見せてさあ角を広げた。挟まれるぞ、挟まれるぞ。カブトムシを挟みに来る、うん、逃げた逃げた。ヘラクレスオオカブトが前に出る、いいカブトムシ下がる、いい後ろは絶壁。カブトムシ苦しくなるか、また詰めてきました。ヘラクレスオオカブト、カブトムシ折ったが大丈夫だ、大丈夫です、大丈夫。なんとか踏みとどまったカブトムシ。よし、うまくヘビを利用して向こう側切り株の上に戻ってきました。回り込みすぎだよ。九死に一生を得た形カブトムシ。さあここは勇気を持って前に出たのはカブトムシ。ヘラクレスオオカブトの正面に立ってカブトムシが勇気を持った攻撃に出てくるのか。カブトムシとしてはなんとか角をヘラクレスオオカブトの下に入れたいところ。しかしじわじわとヘラクレスオオカブトが前に、そして正面に入ろうというところ。さあ切り株の中央、なんとヘラクレスオオカブトが中央を巻く。勝ったのはカブトムシです。かなり飛ばしましたよ。何が起きたのかリプレイで見てみましょう。これどういう形になったんですか。どこだ、タイミングが良かったんでしょう。はい、ヘラクレスが足の力を緩めた瞬間にうまく跳ね飛ばしました。すごい力をいらないんじゃないですか。まさに千載一遇のチャンス、気を使ってヘラクレスオオカブトを投げ飛ばしました。国産カブトは1本を取り返し、これで勝負は1勝1敗の五分。次の一戦で全てが決まります。長い分手ラウンド3、いやこれいいんじゃないですか、いくんじゃないですか。これ世界最強を決する
運命の3本目。これ1対1対1のタイですよ。これ1本で決まる。うん、あもうちょっといいとこで。いやこんなカットいらないよ。世界最強を決する運命の3本目。難攻不落の巨大な相手に対し、我らが国産兜は栄光をつかむことができるのか。日本中の期待を背負い、今最後の戦いに挑みます。さっきの戦いができれば勝てるはずです。なってますね、これ。緊張感に満ちたにらみ合い。まずは膠着状態か。ピクリとカブトムシの角が動いていく。ヘラクレスオオカブトはこの長い角をカブトムシの腹、そして背中、いつでも掴める体勢に持っていきたいところ。距離を詰めてくるのか。カブトムシが角を立てていく。先行ばした。あっと、なんとここは捕まってしまった。万事休すか、国産カブト。ここから逃げ出すのは難しいですよ。苦しい体勢になりました、カブトムシ。しかし、なんとか、なんとか抜けるか、なんとか抜け出すか。もがいている、もがいているが、また捕まった。ヘラクレスオオカブト逃しません。しかし、なんとかこの角を利用して、上にスルスルスルっと登っていく。カブトムシ、抜けられるか。この苦しい状態を抜けられるか。と、ここでゴング。国産カブト2連、背中をついてしまいました。背中ついちゃった。